山口勝、る山口勝るから1938年10月4日は日本の陸軍軍人、第10師団長、第16師団長、重宝兵官を歴任し、階級は陸軍中将十三味君に投校三級に至る。江戸出身、幕臣、山口先造の次男として生まれる、沼津兵学校附属小学校で学んだ、大阪兵学寮を経て、 1873年3月、陸軍幼年学校に入り、1879年1月、陸軍士官学校に進む。1881年12月24日、士官学校を卒業し、同日方兵将尉に任官され山方兵第一、大替助を命ぜられる。士官生徒第四期の山口の同期には、陸軍大臣の岡一之助中将。 チンタオ守備軍司令官の大島健一中将、第18師団長の斎藤力蔵郎中将らがいる。1885年5月、砲兵注意に進み、1886年3月、参謀本部第3局、第2回を命ぜられる。1889年4月、砲兵隊新旧と共に、野砲兵第4連隊中隊長を拝命する。同年中に、 イタリアに留学し1893年3月、帰国する。帰国とともに、要塞砲兵官副官につき、1894年7月から、臨時東京湾守備隊参謀に移る。同年9月、砲兵調査に進み、1895年、臨時徒歩方兵連隊大隊長に発令され、日清戦争に出征。同年、由良要塞砲兵大隊長に転じた。 1897年7月からフランスに駐在し、1899年10月28日、砲兵中佐人間とともに、陸軍要塞砲兵射撃学校長に就任する。1901年7月5日、陸軍省軍務局砲兵課長に移り、1902年11月15日、砲兵大佐に進級する。1907年11月13日、 陸軍少将に進み野戦重砲兵第一、旅団長を命ぜられ、1912年9月28日、重砲兵官を拝命する。1913年7月3日、陸軍中将に進級し、1914年8月8日、第十四師団長に親保される。1916年8月18日、第十六師団長に移り、 1917年8月6日から、大名となるが1918年2月、教育総幹部府を命ぜられる。1919年4月1日には、予備役編入となる。さらに1925年4月1日に、交尾役となる。1938年10月4日公居。墓所は、天竜寺。送り名は、太陽院殿、二山正道小道孤寺。ありがとうございます。